第42回カルロビバリ国際映画祭でのベラ・ヒティロバ。ベラ・ヒティロバは、チェコ・オストラバ出身の前衛映画監督であり、チェコ映画の先駆者である。最も偉大なチェコの女性映画作家として知られる。1960年代に、当時のチェコスロバキア政府に、発禁処分を受けた、チェコ・ヌーベルバーグで最も知られる映画、ひなぎくの監督である。ファミリーネームの日本語訳は、 ヒキティロバートも表記される。1929年2月2日、チェコスロバキアの第三の都市オストラバに生まれる。チェコ第二の都市ブルノで哲学と建築学を学び、デザイナー、ファッションモデルを経て、首都プラハのバランドフ撮影所に入り、脚本家、女優、女監督として働く。1957年、プラハのフィルムアカデミーに入学、イジー・メンツェル、ミロシュ・フォルマン、 ヤンニエメツ、イバンパッセルを教えたオタカルバーブラの下で演出を学び、1962年卒業。卒業制作の天井と翌年の1袋分の飲みは即興演出の手法を取った、まさにフランスのヌーベルバーグと同時代性を持つ作品である。1966年12月30日、日なぎくが チェコスロバキア国内で公開されるが、チェコスロバキア当局からは、発禁処分を受け、ヒティロバは7年間にわたり活動停止となった。翌年以降、世界各地で公開され、広く受け知られるところになる。日本では、1991年3月に公開され、その先進的でガーリーな感覚が、いわゆる渋谷系文化の中で、 若い女性を中心に受け入れられ、1960年代の女子映画の決定版とされている。1969年、いわゆる政治の時代に突入していた、フランス・ヌーベルバーグの映画作家ジャンリュック・ゴダールが、プラハに来訪、彼が組織した映画制作集団、ジガベルトフ集団による映画、プラウダに出演、インタビューを受ける。 同作は1971年11月3日、日本でも公開された。晩年モナを活動し、保証のない素晴らしい瞬間ヘスクチャビルキーベスザーキーが遺作となった。2014年3月12日、闘病生活の末プラハニテ死去。85歳没。ひなぎく作品紹介、映画、ひなぎく公式サイト、2014年3月13日、閲覧。 ABC 福田玲、ひなぎく、ベラヒティロバ監督が、死去85歳チェコの女性映画作、2014年3月13日閲覧、ありがとうございます。